ドア開いてる、ドア開いてる。お、こんなちっちゃいのあるんですね。はい、皆さんこんばんは、しおりんです。かなり久しぶりの動画になってしまうと思うんですけれどもね、だいぶ動画の投稿してなかったんですけど、チャンネル登録者の方がちょっとずつちょっとずつ増えてって、先日いよいよ300人をね、超えてまして、すいません、なんか全然動画ね更新できてなかったんですけども、ちょっと今回ね300人記念ってことで、これからね三重県の方に向かっていきたいと思います。今年もねジャパンキャンピングカーラリー2023がね開催されるので、そのイベントにね参加するために三重県の方に向かってます。でね、今回もねスタンプを集めるイベントあるんですけれども、なんとですね今回in近畿ってことでですね、スタンプの場所がほとんど近畿にあるんですよね。で、私千葉県に在住しているので、全くスタンプ押せてないんですよね。結果的にまだ1個しか押せてないとでね、イベント自体あさってなので、ちょっとねその前日の明日1日を使って、今からね近畿地方に向かってせめてで、ね、10個ぐらいスタンプをね集めたいと思ってます。で、今からね岐阜県の方に向かおうと思うんですけど、仕事終わりに出発したんで、今ね23時にねなるところでございます。だからね、今からねちょっと岐阜県にノンストップで行くのは現実的ではないので、どこかのサービスエリアでね、ちょっと仮眠を取らせていただいて、で明日の朝ね、そこから岐阜県の方に向かっていきたいと思ってます。というわけでね、これから高速道路乗ってね、岐阜県の方に今日中になるべく近づいておきたいと思ってます。できるだけ、岐阜県に近づいた上でそこでね、仮眠取らせていただきます。はい、頑張ります。出発進行。はい、都心環状線の方にね向かってます。ちょっとねトレーラーで都心環状線走るの怖いんですけど、頑張ります。いやー、いい景色ですね。都内ビルとか綺麗だよね、やっぱり。ほらまだ23時、もう23時半ですよ。ビルの明かりついてますね。残業ですか？ちょっとまだ夏気分だから半袖で来ちゃったんですけどちょっとさすがに長野の夜は寒いよね。まだね全然眠くはないんで、すげえ意識発揮してます。結構いけんじゃないかなって思ってるんですけど、ゆっくり走ってるとほら後ろから煽られたりするじゃないですか。なんかねトレーラー引いてるとゆっくり走ってても煽られないんですよね。なんでかなって思ってたんですけど、そもそもですね後ろ見えないんで煽られてるかどうかわからないんですよね多分ね煽ってる側からしても俺煽ってるぜっていうことを前の車に伝えたいんだけど、わかんないからトレーラー煽ってもな、運転手から見えてないしみたいな。やっぱ前のね運転手に俺煽ってるぜっていうことを伝えたいがために煽ってるわけだから、それが伝わらないっていうねことが分かりきった状態では煽らないっていうロジックで、多分トレーラーね煽ってこないんだと思います。多分ねそういうことだよ。はい、談合坂サービスエリアに到着しました。よいしょ。はい、ちょっと休憩します。お疲れ様でした。結構深夜でも人いますね。まだご飯食べたりするんだこの時間で、すごいね。なんかね美味しそうなものがあったんで買いました。甘いもんスイートポテトですね。おー、トレーラーですね。アドリア、あ、そっちにもトレーラーがいる。結構いるんですね。あれ、車どこ止めたっけ。はい、それではね談合坂から再出発していきたいと思います。あー、もう0時42分か。うわ、どこまで行けるだろう。2時まではちょっと走りたくないよな。よし、じゃあ行きましょう。さあ出発進行。はい、時間がね深夜1時
回りましたね。意外と進んでないな。ちょっと長野入りは難しそうかな。中央道ってすっげーボコボコなんですね。はい、ここに来てね、まさかの渋滞にはまりました。現在深夜1時半ですね。結構トロトロですね。もうすぐ2時ですね。あ、遅くまで運転してしまった。まあ、これ以上運転するとちょっと危ないかなっていうところなので、ここでね、今日は仮眠させていただこうかと思います。八ヶ岳パーキングエリアです。外はね、9度ですね。今ね、半袖なんですけど、うん。はい、到着しました。いやー、頑張った。はい、到着です。なんかね、声がね、ガラガラなんですよ。おー、疲れた。もうね、ベッド展開して来ちゃいました。あー、疲れた。よし、寝る準備しよう。よいしょー。こんなペライ寝袋で耐えられるかな。明日何度ぐらいまで落ちるんだろう。いささか不安ですね。 FF ヒーター入れるか。はい、今ね、 FF ヒーター入れました。27度にしましたね。まあ一晩二晩ぐらいいけるでしょう。でね、バッテリーは走行充電のおかげで 99% ですね。はい、ということでね、まあ深夜今日11時近いところで出発したんで、八ヶ岳に到着するのにね、まあ、3時間ぐらいかかって、今2時過ぎたところなんで、朝ゆっくりしてね、明日岐阜の方に向かいたいと思います。朝多分5度とかそのあたりまで下がると思うんですけど、まあこういうすげえ薄着で中で FF ヒーターでぬくぬくで過ごそうと思いますが、はい、朝凍りついてないことを祈ります。それではね、寝ようかな。今日はもうお休みしたいと思います。明日また岐阜まで頑張るぞ。おやすみなさい。おはようございます。朝です。ただいまの時間がね、朝9時ですね。うん、眠いっすね。なんかめっちゃ声がね、ガラガラですね。何が起きたのかわかんないですけど、うん、はい、そしたらね、お手洗いとか顔とか洗いに行きましょう。お、なんかお隣さんもボルボじゃん。ボルボで引いてる。袖ヶ浦仲間さんですね。ボルボでトレーラー引いてる仲間がお隣に泊まっておりました。16度。あ、結構あったかいですね。なんか工事中みたいに見えてるんですけど、ちゃんと営業してますね。朝ごはんどうしようかなと思ってるんですが、パンとか卵とかはありますね。ここの八ヶ岳のサービスエリアで、まあ、食べるかとか。ちょっと八ヶ岳せっかく来たから、何売ってるか見ていきましょうかね。ね、カバーかかってるけど大きく営業中ってあるので、テイクアウトみたいな、なんかそういうのあるのかもしれないですね。はい、じゃあ中でね、ちょっと見てみましょうか。はい、ID 使いますか。あ、ちょっとね、蒸し暑いですね。窓開けようか。いい匂いがしますね。そうか、お店の前に椅子と机ありましたんで、
そこでいただきましょうかね。ただね、ブラックじゃ飲めないので、多分ブラックで飲む飲み物ではないと思うんですよね。ただね、牛乳か砂糖がいるんですけど、もうなんかもう直接砂糖をぶち込みますね。ね、ここですね。はい、びしょびしょですね。うわー、濡れてますね。うん、まあ、ここへお菓子でもらって立ち食いですね。立ち食いしましょうね。これいただきます。うん、チーズがね、なんかすごい濃厚な味がして、ソーセージがね、多分ガーリックの風味がついてるのかな。結構ね、朝からガツンとくるボリューム感ありますね。うん、これは美味しい。電気自動車の充電スポットがあるんですね。充電って何分ぐらいかかるんですかね。例えばなんかトレーラー引く車が電気自動車になったとしたら、あれをやんなきゃいけないんですよね。もうトレーラーつけた状態だとあそこ邪魔ですよね。はい、それではね、岐阜県に向けて出発したいと思います。すでにね、目的地は岐阜県の RV パークに、あ、ちょっと待ってよ、 RV パークじゃダメなのか。ちょっとその前にスーパーに寄りたいと思っていたので、 RV パーク近くのスーパーの方に目的地を定めたいと思います。スーパーマーケットバロー八重洲店ですね、八尾洲店かな、ここに向かっていきたいと思います。はい、だいたいね、3時間ぐらいかかるかなと思っているので、はい、安全運転でね、行きたいと思います。それでは、2日目も行きましょう。出発進行 !Go! Go go! はい、それでは行きましょう。うわぁ、今日はすごく空が広くて綺麗ですね。ちょっとトレーラーの方に飲み物を置いてきてしまったことに気づいたんで、次の諏訪湖サービスエリアでね、一旦降りて後ろの飲み物を持ってこようと思います。あ、ドア開いてる、ドア開いてる、ちょっと待って待って、ドア開いてる開いてる。はい、飲み物をね、取ろうと思ってサービスエリアに来たんですけど、ここに止めようとしたらドアがバカンって開いてですね。いや、なんか高速乗ってる時は一応ミラーでね、確認してたんで、ドア開いてないことは確認してたんですけど、ここにね、駐車した途端にね、いきなりボコンってドアが開いてですね、すげえびっくりしましたね。まあ多分走行中はここが開いてたとしても、こう前から風がバーってくるから、多分ここ閉まったまんまなんでしょうね。ただなんか振動でこうちょっとずつこう前に出てきてて、ここに止めた途端にポコンって開きましたね。やっべ、超怖え。これ左手トイファクトリーのお店ですね。あ、ここにあるんだ。すっげえでかい。ああ、よし、スーパーに到着しました。はい、オッケー、到着、お疲れ様でした。スーパーマーケットベイラーですかね。はい、ここで買い物してきます。ありがとうございます。はい、無事ね、食材買いました。それではね、 RV パークの方に向かいたいと思います。はい、それではね、もう一息頑張って RV パークに向かいましょう。あと16キロです。よーし、今日ですね、 RV パーク天空の牧場スクーデリアステラ、なんかね、馬に乗れるらしいんですけど、ちょっと今日忙しいので、この後馬に乗る時間はないと思うんですけどね。おお、左に曲がります。ここ、ちょっとお待ちくださいね。何のね、案内もないわけですよ。ここの道が行き通りだったらね、怖いんで、ちょっと見に行ってみようかと思うんですけど。あ、ここですね。
うん、RV パークね、ありました、ありました。 OK です。よし、現地確認。なかなかね、細いとこ入ってくのね、怖いですよね、トレーラー引いて。なんかね、RV パークの入り口って結構こういう狭いところがね、多いんですよね。なんかね、RV パーク、先客というか、2個しかないんですけど、1個ね、先に入られてる方がね、いらっしゃいましたね。RV パークスマート、ここだ。あ、どうしようかな、切り替えすか。1回何回か切り返しが必要ですね。なんかね、思ってた位置と違ったね。ちょっと待ってね、入れ直すから。横はバッチリですね。今ちょうど水平です。じゃあこれでね、アウトリガー出して固定しましょう。オッケー、よいしょ。じゃあね、今日の宿の確保を済んだので、QR コードここですかね。はい、コンセント使えるようになりました。 RV の場所はここなんですけど、トイレとかはどこなのかな、こっちの施設とかですかね。あの八角形かな、あの建物がトイレとかこのマップによるとそこですね、そこがトイレとかシャワーとかついてるとこかな。いや、しかしいいね、乗馬の練習ができるなんて。ここは土足 OK。 ここがあれですね、ロッカー兼シャワールームで、シャワールーム、トイレですね、男子トイレ、女子トイレ。はい、男子トイレはね、こんな感じで結構綺麗ですね。ここが温水シャワー付きのトイレですね。なるほどなるほど、夜も空いてるっていう認識でいいんだよね。あ、違う違う、なんか夜はね、施錠するって書いてあるから、夜間トイレに行きたくなった時はこれかな。うん、これが流しで RV パークのトイレシャワー室入り口と裏口から入るみたいですね。 OK、 よし、確認ができたところでですね、いやー、これでもね、もう今14時半なんですよね。でこれからね、道の駅10個回るって多分ね、現実的ではないんで、ちょっと、見通しが甘かったですね。今回はね、近畿でスタンプ集めるのちょっと厳しかったですね。わかりました。ここね、外でね、バーベキューとかできたみたいなんですけどね。はい、コンセントだけね、挿しておきますかね。あら、ありがたく使わせていただきます。ほっほい。さあ、ではでは、道の駅探索行きますか。はい、ここ自体がスポットっぽいので、1個スタンプ押せましたね。2個目ですかね、スタンプ。最初に地元でね、スタンプ1個押せたんですよ。この先にね、ちょっと行ったところに RV パークあかねっていうところがあるんですけど、頑張ってね、ちょっとここに近づいてみて、近づいてスタンプだけ押させていただきますかね。まあ、こんな感じでですね、ちょっとずつスタンプ集めていって、今日中にね、
10個集まればいいなとは思いますけどもね。まずはね、この近くのね RV パークに向かいます。ちょっと行ったこの先に RV パークがねあります。あ、ここ曲がってくのかな。マジ切り返せる。これ住んでる方多そうですね。こっちかな。そろそろスタンプマークが出てもいいのではないかと。お、チェックイン出ましたね。チェックインします。はい、 OK。 RV パークは金押せました。戻りましょう。ここ押せましたと。次にね、近いのはこの道の駅ですが、1、2、3、4、5、6、7、8、まあとりあえず次はね、このロックガーデン七草っていうところに行きます。はい、ちょっと山道ですけどね。国道41号、行きましょう。よしよし。てか何この道。大丈夫これ。これはなかなかの道ですね。途中で引き返す必要が出てきたりしますか。トレーラー引いてなくてよかったけどさ、ちょっと怖えよ。ボルボもね、とはいえ幅がね1900もあるんで、うん、まあまあギリギリですねこれ。前からね車が来ないことだけを祈ろうかと思うんですけど、これあと何キロ続くの。あと6キロ。勘弁してくださいよ。道の駅のスタンプ押したいだけなんですよ。スタンプ押したいだけなんです。勘弁してください。あ、ここですね。ロックガーデン七草さんですね。スタンプ押せるはず。チェックイン。はい、オッケー。なんだっけこの大きな丸いやつ、なんていうんだっけ。思い出せん。こっちかな。駐車場ね空いてないんで、ちょっとねスタンプだけ押させてもらって、はい、チェックインします。ミノカも入りました。ハンニュウリー、ハンニュウリー到着。道の駅ハニュウリの里。クッキーズバニラ。はい、どうも。はい、ありがとうございます。はいね、道の駅トミカに6個目ですね。次はさあね、間もなく道の駅平成に到着します。令和5年の道の駅平成になります。ゴー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 。オッケー。さあスタンプを押しましょう。はい、チェックイン。平成。オッケー。はい、いいのがね買えました。椎茸がね有名みたいなんで、椎茸にちなんだものを結構いっぱい買えましたね。あと3つなんですよね。美濃にわか茶屋ですね。よし。はい、それではね、道の駅にわか茶屋向けてね14キロです。出発進行。そろそろ晩ご飯とかお風呂とかをどうしようか考えないと。でもね今ねちょっといいもの材料手に入れたんでね、これをぜひとも調理したいところなので、いやいや楽しみですね。行きましょう。じゃあ次の道の駅にわか茶屋、ゴーゴー。いやいや、こんなにね連続で道の駅行ったの初めてですね。結構楽しいです。いいねいいね。道の駅到着しました。よいしょ。オッケー、到着。美濃にわか茶屋ですね。お茶屋さんなんですかね。スタンプ押せました。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、8個目でございます。あと1個ここで回れれば、多分ねゴールの三重県のゴール地点でもう1個
タンプ押せるので、それでちょうど10個貯まることになるかな。ちょっとね、どこ行くか作戦を練りましょう。ここかな、ここの木をてらった名前がちょっとね読めないんですけど、カニッテかな、カニッテっていうところが RV パーク近づく形で寄れるので、最後にねこのカニッテってとこ寄ってから帰りましょう。よし、張り切ってゴーゴーゴー。右折で出れない感じですね。じゃあ左折しましょう。通り抜けできませんって書いてあるけど大丈夫、これこの先行き止まりって書いてあるやん。やめて本当に。私は U ターンさせていただきますよ。ナビが案内した道は行き止まりでした。岐阜の道恐るべしだぜ。はい、オッケー、到着、最後です。カニッテに到着しましたのでチェックイン。はい、カニッテ、1,2,3,4,5,6,7,8,9、次で10個ですね。もうお店閉まっちゃってるけどね、やっとね朝買ったモンスターをね飲み終わりました。10時間ぐらいかかったね飲むのに。缶、あー残念ながらねもうお店閉まっちゃいましたね。さつまいもミルク、さつまいもミルクだってどんな味すんの。よいしょ、いただきます。あこれ美味しい、うん、いやこれ美味しいですね。よし、じゃあ RV パークに戻りますか。よし、じゃあ RV パークに帰りましょう。やっと帰れる、いやほんとやっと帰れる。よし、安全運転で出発進行、ゴー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 。この近隣の道の駅を7個巡りましたね。やりましたね。いやもうマジでこの企画が辛い。もうちょっと関東にスタンプ押せるところを、てか前回からさスタンプを押せるとこ減らさなくてよくないかってね。近所の銭湯とかなくなってたしね、スタンプなくさないで、でさらに追加でキンキーのスポットをいっぱいにする、それがインキンキですよ。まあ、キンキのことをね知ってもらおうっていうのでね、キンキいっぱい儲けたんでしょうけど、いやこれであとねゴールの梅林公園をね登録すれば10個ですから初級クリアですよ。でもねキンキに住んでる人は頑張って100個ぐらい回ってる人いるんじゃないですかね。てかここどこ、なんかね地図のあの道路がねちょっと怖いんですけど、これ大丈夫な道なのかな。すげえくねくねしてる道だよそこ。あれ行くときそんなくねくねしてたか、これ大丈夫か。なんか道心なしが細くなってきたしさ、大丈夫大丈夫ここの道ねえ、ここ曲がりますぜ。オッケー、戻ってきたぜ。 RV パーク戻ってきたぜ。じゃあちょっとご飯とか支度しながらシャワーも浴びに行こうかな。はい、あ疲れた。晩ご飯の支度とかをねしていこうと思います。ちょっとね疲れちゃってあんまりこう輪を作る気にもなれないんですけど、スタンプ地獄だからねいやもうほんと地獄だったわ、勘弁してって感じ。はい、でねまずね、はい、ご飯をね炊いていこうというところですけど、はい、さっきねこれ買ってきたんですよ、あゆね。これをねこうご飯と一緒にこう入れてからに、で炊き込みご飯にねしてみようかなと思います。
おにぎりも作りたいからいくつか。ここでね、2合を炊いて、2.5 合炊きか。2.5 合で2合か。ちょっとギリだな。やめよう。1.5 合にします。1.5 合を、お米を炊いて、これね、無洗米。これでね、1.5 合。1.5 合は225。225です。うん、225。OK。OK。これ 1.5 合で、はい、ここですかね。ながら乙女っていう品種なんですかね。よいしょ。これをね、入れようと思いますが。こんな感じね。なんか思ったより汁がない。汁がなかったんで、目分量。ほい、お酒、みりんも。はい、醤油っすね。よいしょー。はい、スタート。はい、ご飯炊けるまで今しばらく時間かかるので、この間にね、シャワー浴びてきます。そこのね、建物にね、シャワー浴びれるとこあるんで、ちょっと行ってこようかと思いますね。本当はね、温泉とか行きたかったんですけどね。めっちゃ暗いぜ。多分ね、すげえ星綺麗ですね、多分。まだね、目が暗いとこ慣れてないんで、あんまり見えないんですけど。怖いな。ちょっと怖いっすね。ここは夜間施錠かだよね。いや、これ怖いぜ。裏側、あ、ここ電気ついてますね。お邪魔します。で、ここがロッカー兼シャワー室ね。空じゃねえ、空きか。空じゃねえ。失礼します。ほんで、ここがね、シャワー浴びれると、ん？あ、こういうなんか電話ボックスみたいなね、電話ボックス、ボックスシャワー、有料じゃないかな、お金は。うん、OK です。じゃあね、入ります。髪の毛をね、乾かしたいんで、ドライヤーあるかなと思ったらね、ちゃんとドライヤー置いてありましたけどね、これ見てください。ドライヤーですね。ただちょっとですね。これ手のひら。自分ね、こんなにちっちゃいねドライヤー初めて見ました。うん、こんなちっちゃいのあるんですね。これ乾くのかな。まあね、これね、ありがたく使わせてね、いただきましょうかね。マジ。髪の毛はね、半分ぐらい乾いたんで、あとはね、自然乾燥をね、待ちたいと。ご飯の続きを作りましょう。はい、から OK。 うん、怖い、怖いです。トイレが怖い、やばい。これ夜行きたくなったらどうする。よいしょ。はい、今ご飯は炊いてる途中ですね。まだ時間かかりそうですね。で、もう一品、唐揚げをね、作ろうと思うんですけど、まあ、車内で揚げ物はね、できないんで、ノンフライヤーです。今回ね、ノンフライヤーを導入してみました。ノンフライヤーでヘルシーな唐揚げを作っていこうと思います。じゃあね、まずね、鶏肉とか準備していきましょう。はい、これね、みんな大好き、アイラップですね。はい、それでね、これが今日買ってきた鶏肉ですね。285g。結構ボリュームでありますね。唐揚げ粉を、この袋の中にね、まず入れますね。どんくらい入れりゃいいんだろうね。適当に、入れますね。シュ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 。はい、こんなもんですね。ここにね、もう、鶏肉をね、よいしょー、ズドンと、はい、入れます。オッケー。よし、オッケー。これを、こういうことです。から揚げ。ちょっとね、しばらくこれ、味を染み渡らせます。ので、時間を置きますね。この下側に、スキレシート。お、いい感じに、フィットしております。はい、ここがね、残りの時間が出ましたので、
唐揚げをね作っていこうと思います。ここにね油をまぶしていこうと思うんですけど、ノンフライヤーなのに結局油使うんかいって感じだけどね。オリーブオイルしかなかったんで、このオリーブオイルをふわっとねかけて、あれ今取れてた？ここにここにねオリーブオイル入れてました。はい、ここに一気にいっちゃうか。はい、オッケー。ちょっとでかいかこれ。はい、温度はね200度ですね。どんくらいいってみようかな。まあ途中でね様子見ながらやるんで、まあそうですね、13分ぐらい入れて、途中途中でね様子見ながら加減していこうと思います。ちょっとね窓を開けて換気をします。はい、ねご飯ができるまでにね、テレビモニターを準備しました。この大きさよ、28インチの 4K モニターですね。これをですねここに取り付けられるようにしましてですね、で Apple TV をね見れるようにしてるんですけどね、これを見るためにね、ここにね楽天のモバイルルーターをねつけてるんですけどね、楽天の回線がねいろんなところにこれ持ってったんですけど全然繋がらないんですよ。全く通信しないので、今のところこいつがですね旅先で役に立ったことはありません。マジでないです。楽天さんもうちょっと電波なんとかしてください。はい、走行してる間にねこれ炊けましたね。ちょっと見てみましょうか。いやちょっと水加減とか米の量とか人だったからどうかなって思うんで、うっしょしょしょい。はい、おお、ちょっといいですか。あ、いい感じです。いやこれねめっちゃ美味しいかもしんない。いいね。いやこれめちゃくちゃいい匂いするわ。美味しそう。じゃあね今上がったみたいなんでちょっと見てみましょうか。おお、いい感じに上がってますね。 OK です。じゃあこれをね盛り付けていこうと思います。いただきます。これめちゃめちゃうまいぞ。はい、ごちそうさまでした。いやー美味しかったですね。いやーかなり美味しかったですね。今までの車中飯の中でトップかもしれません、この美味しさ。じゃあ片付けをして、でおにぎりも作って、でようやくゆっくりタイムになりますね。今日一日のスタンプラリーの疲れを癒します。おー、はあ、やっと一息。いやーマジで楽天繋がんねー。はい、ということでね少し寝落ちしちゃってたんですけど、0時も回ったのでね、寝ようと思います。また明日ね、三重県の方に向かいたいので、今日はね、ゆっくり休んで体力を回復させたいと思います。スタンプ集め辛かったです。それでは、おやすみなさい。やったぜー。ジーコさんさ、サービスエリアで隣で全泊してた方じゃない？実はね、マジで、京都に海なんかあるのっていう人いるんですけど、まだあるのね。シャンパン、ポンと開いたら